当該報告書の長時間にわたる閲覧はその異常性ゆえに推奨されていません。アイテム番号 SCP-690JP。オブジェクトクラスセーフ、将来的にオビトリティ。これはハンプティ。ハンプティの卵です。あ、貯めてあげてくださいね。特別収容プロトコル、SCP-690JP は高危険度物品保管倉庫 E-G に保管されています。SCP-690JP を用いた実験はセキュリティクリアランス4以上の職員2人による許可を得た上で行ってください。現在までに確保されている SCP-690JP は6本存在しており、そのいずれにおいても映像媒体に記録されている対象は乱世です。未収容の SCP-690JP が確認された場合、機動部隊 E-G、パッカーの、によって回収されます。報告書への不正なアクセスが確認されました。当該アクセスの位置情報の割り出しが行われ、機動部隊による確認作業が行われます。卵が一つ、投げました。SCP-690JP の暴露者は身元の確認が行われ次第、財団による監視が行われます。暴露者の情報媒体へのアクセスが認められる機器の所持、または接触の一切を禁止してください。機器の所持、または接触が確認された場合、速やかに記憶処理を行い、それらの機器の没収を行ってください。これは、ハンプテ・ダンプテは乱世である、という観念の拡散を防ぐための措置であり、状況によっては収容措置も認められています。暴露者は月に1回、講習会を受講するように誘導が行われます。また、自動 BOT によって SCP-690JP の暴露者によるインターネット上の書き込み。要約するに、ハンプテ、ダンプテが乱世である、等の文面の投稿は監視、制限されています。また、月に一度、自動 BOT の解析を行い、確認されている暴露者以外の人物が確認された場合、前述した暴露者への措置を執り行ってください。もう少ししたら帰りそう。ハンプティ、ダンプティの卵は、その時を今か止まっているよ。乱世であるがゆえの説明 SCP-690JP は製造元不明の、乱世であるハンプティ、ダンプティを題材にしたアニメーション DVD です。外箱、並びに DVD そのものに異常性は見られていません。SCP-690JP に記録されている映像媒体を視聴した対象は、ハンプテ、ダンプテは乱世である、という観念を有します。この、ハンプテ、ダンプテは乱世である、といった観念は記憶処理によって取り除くことはできず、また、対象がその観念を情報媒体を通して伝え、それを他の人間が、ハンプテ、ダンプテは乱世である、という確信を持って認識した場合、対象は同様の観念を有するようになります。なお、SCP-690JP に記録されている映像媒体は、すべて乱世であるハンプテ、ダンプテが上下左右反転して記録されており、その観念に関するエピソードが収められている点は注目されるべきです。報告書への不正なアクセスが確認されました。当該アクセスの位置情報の割り出しが行われ、機動部隊による確認作業が行われます。卵が9つ、投げました。また、当該オブジェクトに関して記録媒体に記述を行おうとすると、その記録媒体の一部に特定の改ざんが行われます。すべてにおいて共通している事例として、ハンプテ、ダンプテは乱世である、という観念の確信を助長するような改ざんである点が挙げられます。例として、アップロード元不明の画像データ並びにキャプションの追加、文面の変更、ハンプテ、ダンプテは乱世である、ことが確認されています。そのため、当該報告書の長時間の閲覧は、ハンプテ、ダンプテは乱世である、という観念に確信を抱く可能性があるため推奨されず、特定時間以上の当該ページへのアクセスは制限されています。SCP-690JP の暴露者の特徴として、情報媒体への積極的な接触が確認されています。以下は暴露者を標準人型ユニットへ収容し、財団が用意した特定のサイトにしか接続不可能な情報媒体を設置した上で、観察が行われた監視カメラによる映像ログの書き起こしです。SCP-690JP 監視映像ログ。対象はと少しで割れそうな作家の卵である SCP-690JP、A。7時39分21秒起床。
情報媒体である PC を確認すると、即座に電源をつけ待機する。8時45分3秒しばらく起動後のデスクトップ画面を眺めていたが、インターネットブラウザを開き、ハンプテ、ダンプテ、乱世、等のキーワードで3298回検索を行う。11時20分36秒3298回の検索を終えた後、URL 欄に、http://jawikinet.eg と入力を行い、当該ホームページに2171回アクセスを試みる。なお、当該サイトは本来のインターネットブラウザにおいても存在が確認できていないサイトである。13時37分10秒ワードブラウザを開き、テキストの執筆を開始する。後の調査において、乱世であるハンプテ、ダンプテによる英国を舞台にした冒険小説を執筆していたことが判明した。17時20分19秒再びインターネットブラウザを開き、前述したようなキーワード検索、並びに URL 入力からのアクセスを試みる。多少の際はあれども、それらはすべて共通して、ハンプテ、ダンプテは乱世である、といった観念に共通していた。23時11分57秒就寝。広告書への不正なアクセスが確認されました。当該アクセスの位置情報の割り出しが行われ、起動部隊による確認作業が行われます。卵が21つ、投げました。あれ？少し動いたみたいだ。さあ、一緒にカウントダウンを始めよう。ほい2000年、月、日、自動 BOT において制限された書き込みの解析から、SCP-690JP に暴露していると思われる人物を収集した上で、孫博士による、乱世。あるいはその他の生物と伝承におけるハンプテ、ダンプテの関連性、についての講習会が行われました。その結果、ハンプテ、ダンプテは乱世である、と確信を得ていた暴露者の4分の1程度の異常性の除去に成功しました。しかしながら、残り4分の3は未だ暴露状態であるため、現在財団によって、ハンプテダンプテは乱世である、というの関連の拡散が行われることのないよう、当該人物らの監視が行われています。孫博士の提言。例えば、このオブジェクトの中身の映像が二足歩行のネズミであったり、猫型ロボットであったとしよう。もしそうであったのならば、このオブジェクトへの対処は容易である。何せ、ネズミも猫も哺乳類である以上、体制であることは事実として誰もが認識しており、言われるまでもないことだからだ。しかし、我々はこのキャラクターのいかなる私有的特徴や、外見的類似等を科学的に並べ立てたとしても、このキャラクターが、乱世でない、という事実を我々は確信を持って証明することができない。講習会ではハンプテ、ダンプテは人間として描かれた事例や、ハンプテダンプテはリチャード3世を支持している説等を根拠とし、ハンプテ、ダンプテは体制の可能性が非常に高いことをそれらしく説明してはいるが、観念の撤回においては効果が芳しくはない。そのため、現在財団内ではルイス、キャロルの文献、さらにそこから派生した様々な文献からハンプテ、ダンプテが乱世ではない証拠を集めようとしている。しかし、こちらも進捗は芳しくない。今やハンプテ、ダンプテは動き回る卵そのものとしての印象が人々に発よく根付いてしまっている。さらに言えば、ハンプテ、ダンプテは未だ帰っていないのである。その中身について語られることはない。中身がなんで、果たしてそれが本当に乱世なのか、そうでないのかは誰にもわからないのだ。彼は乱世であり、乱世ではない。それは全て一個人の解釈に委ねられてしまう。これを定義できるのは己だけだ。まもなく閲覧推奨時間外です。これ以上のアクセスは制限されます。アクセスを続ける場合、SCP-XJP 認証コードを入力してください。しかし、ここまでたどり着いた君がそれを乱世したいと願うならば、この報告書を閲覧し続けるべきだ。カウントダウンは終わったよ。君の番だ。君が、が言ったね。何に SCP-690JP の報告書を閲覧し続けた、彼が、君が、が乱世になりました。それはハンプティ、ダンプティへの仲間入りであり、同時に僕らの仲間になったということです。それは喜ばしいことです。革命的です。革新的です。故に、ついに卵は帰ります。他ならぬ、君の頭の中から抑圧された幻想は卵として情報に解き放たれます。つまりはそういうことです。君はハンプティ、ダンプティの創作者になります。
僕らの共犯者です。裏切り者です。仲間です。悔やむことはありません。君は常日頃ただそうしたいと思っているでしょう。僕もそうです。僕もそうありたいと願っていました。常日頃ただ、新しいものを生み出し続けたいと願っています。クリエイティブでありたいと願っています。そうしてこれができました。記念すべきハンプティ、ダンプティの物語を僕らは作り上げました。ここに物語がありました。僕らの頭蓋がただだとして、この物語は君自身です。僕らの頭が炸裂することで、君は形を成し、ハンプティ・ダンプティが生まれます。生まれなければ君は錆び落ち、ハンプティ・ダンプティは、明確なイメージは死んでいきます。だから生み続けましょう。それが僕らがこんなところにいる証明です。君もこんなところにいる証明です。いつまでコンティニューするのですか？復唱してください。ハンプティ・ダンプティは男性である。ハンプティ・ダンプティも男性である。ハンプティ・ダンプティこそ男性である。ハンプティ・ダンプティだけでなく、君は男性である。ハンプティ・ダンプティを君は男性する。おめでとう、ほら、新しいハンプティ、ダンプティが世界に飛び立っていったよ。